ローゼンムント還元はカルボン酸ハロゲン化物を硫酸バリウムに探知したパラジウムを触媒として還元するとアルデヒドとなる還元反応のことである。1918年にカール・ローゼンムントによって報告された反応で主に方向属アルデヒドの合成に用いられている。ハ原法では水素ガスを吹き込みながらキシレンなどの炭化水素系溶媒を加熱還流させて 反応で発生する塩化水素ガスを境外にパージして、これを水にトラップし、アルカリで適定して、塩化水素ガスの発生が止まったことが確認できるまで、反応を行うというものであった。この温度条件では、通常のパラジウム触媒では、ハロゲン,ンカーシルはアルコールまで還元されてしまうが、硫酸バリウムを単体に用いることで、触媒の活性が低下して、アルデヒドに、 部分還元することができるとされている。しかし、報告された当初から溶媒等の精製度によって反動の製品が影響されるという問題が指摘されており、そのため、キノリンと硫黄を加熱して調整されるキノリン S と呼ばれる添加剤を加えて、ひどくすることで触媒活性を調整することが通常行われていた。また、 原料のハロゲンカアシルをカルボン酸から調整する際には塩化チオニルや塩化オキサリルを用いるべきである。酸塩化リンなどのリン系のハロゲン化剤を使用すると、ハロゲンカアシル中に残る微量のリン化合物が触媒毒として働くため、反応が失敗する可能性が高まる。水素ガスを開放系で扱っており、危険性を伴うハラ法に代わって、形内に 無水酢酸ナトリウムを塩化水素ガスをトラップする塩基として加えることで、密閉系で反応できる改良法が報告された。また、塩基として、ジーソプロピルエチルアミンやに、ロクルチジンといったかさ高いアミンを使うことで、木のリン S スを加えなくとも、反応を再現性よく行えることも報告されている。 ローゼンムンド、KW バー、DTSCH、ケム、ジズ、1918、51、585、ローゼンムンド、KW 絶種、F バー、DTSCH、ケム、ジズ、1921、54、425、創設、モゼティグ、E 文ン語、RORG、リアクト、1948、4、362、実施例。 シャーマン、J.H. ベンソン、RE オーガニックシンテシーズ、コール、ボリューム6、P1007、ボリューム51、P8、ありがとうございます。